こんにちは、夏川純です。今日は久しぶりに撮影です。1着目の衣装は水色で、微妙に、細かいパールとビーズがついていて、ちょっとほんわか爽やかな感じの衣装です。前髪切りました。続いての衣装は、黒に、白のレースの花模様の麦わら帽子です。麦ハットです。これは本当すごい可愛くって、私もこういう帽子普段ハットとかすごい被るので、なんか違和感なくフィットして被れます。はい、3着目の衣装はホワイト、ホワイトでパールがいっぱいついてます。続いて4着目は赤の洋服です。下がふんわりふわふわな感じで、すごくパーティーっぽく可愛いです。ティアラもつけてもらいました。次のラストの衣装は紫です。頭もアップにしてもらいました。ラストカット頑張ります。お疲れ様でした。お天気も良くなって無事に撮影終わりました。今回はファッション誌っぽいかっこいい感じで、すごく衣装もメイクも可愛かったと思います。楽しみにしていてください。ありがとうございました。